my right. Hailing from Kyoto, Japan, she is one half of the Asia Dream Tag Team Champion and my best bro, Apodo, Mei Tsuruga! Mei! Tsuruga-san! And the man who made this match on no time limit, the cold assassin of Choco Pro, he is Makai Project, Shino Harane!本日メインイベント時間無制限一本勝負で行われます。若干最初のローキックの足へダメージがあるか、駿河目全く悪びれる様子はありません。独特の緊張感が市ヶ谷を包み込みます。さあ距離を取って、これは打撃の間合いか。しかし、いい反応、セルガメ、ローキックをきちんとカットしていきました。さあ、真の羽根が。おお、ローキックを誘っていったか。当然のように真の鋼カットしていきます。まさかこの試合ローキックから始まるとは思いませんでした。地獄と化しております。前蹴りで上に意識を向けておいてのローキック、鼻で笑います。そして手招き、これに対してどう反応するか。駿河メイ、当然のように2人の間に体重差があります。このローキックは大きいダメージになる。さあ、それでもあくまで打撃でいくか、セルガメイ。若干体重が、重心が後ろに逃げております。いやいや、大きく取って、インサイドメイ。はい。さあ、片足タックル。テイクダウンを奪って。上からヘッドロックを決めるか。しかしスイッチし、逆にバックを取っていきます。さあ、しかし気づいたら足を決められている。足首を取っていきますが、ヘッドロックでここは切り返します。パワーの差を見せつけます、真の鋼。あくまで全局面で圧倒してやろうという気持ちが見えます。組むか、手四つの体勢から。さあ、力比べがあったら単純な力比べでは、もうこれは圧倒的でしょう。身長差を生かし、太郎の力だけではないウエイトを乗せて潰していきます。単純なフィンガーロックだけでギガップを取れてしまうようなこの体力差、しかし後方に回転して逆にリストを決めていきます。セルガメ、この辺りでテクニックを見せていきます。ナイスワン。
しかし、そのテクニックもパワーで凌駕するか、真の鋼、若干の笑みを浮かべております。弾いていき、改めて相手の左手首、そして肘を決めていきます。さあ、セルガメ、これを切り返せるか。あくまで肘と肩を決めていき、さあコントロールして回っていき、おいしい、持ち上げた。腕のダメージを与えていきます。真の鋼、ここまで高い壁に立ち向かっていくこともなかなかないでしょう、駿河芽衣。ここまで圧倒されております。さあ、レスリングを誘っていきますが、逆に手4つを先ほど圧倒されたフィンガーロックを狙ってきましたが、おお、ここは強打がつくるのに丸め込みに活路を見出したいが、一度捕まえたらなかなか剥がさない真の鋼。確認、自分のペースに引っ込んだか、グランドレスリングが自分の領域と言わんばかりに締められていても、どかしら余裕を感じます。さあ、しかしここはフロントネックロックで絞り上げるか、セルガメイ。ノーイジャン、ノーイジャン、ゴンブリプチプチ、おお、ナイスチャメイ。さらにそこからアームロックに移行した、チャメイ。そしてそのまま体重を乗せてハンマーロックに取ります。グラウンドのハンマーロック、チャメイ。足を伸ばせばエスケープできますが、ここはエスケープあえてしません。繰り返していこうとしますが、ここにいるか、お、いや、ノスケ、エスケープしようとする手を取ってエスケープを許しません、セルガメイ。さあ、そして得意のフルネルソンに持っていけるか、フルネルソン、クラッチ組めるか、クラッチ組めるか。しかしここは切っていきました。パワーサー歴然になります。上から見下ろすかのようにフィンガーリストロックを取っていきます。ナイソン、メイ、トリガー、メイソン、メイ、トレントリル、メイ、しかしここはセルガメ苦しい展開続きます。何度も何度も切り返していく、切り返していくが、さあ、これ絞り上げることできるか、セルガメヘッドロック、離すな、さあ、しかし片手で回されてしまいました。右のリストロックから、メイ、さあ、エスケープもさせません。よしけ、おお、しかし機動力を生かして生かして相手の周りを回って、さあ、これはパカン、おお、機動力を生かして戦ってます。打撃の、おお、驚かしたよ、ローキック、しかしこれがどうしたの、言わんばかりに、どこからローキック、もらいながらも上から睨みつけていきます、真の上がり、そしてお返しの強烈なローキック、大丈夫、メイ、ここまで全局面で圧倒されるするが、メイを見たことがあったでしょうか。あまりにも強すぎる真の鋼。さあ、そしてその足をレッグロックに取ります。自身の膝を相手の足の急所に押し付けてのレッグロック、筋肉潰しの要素も加わります。そして肘を
相手のダメージを確実に与えていく。そして足を取っての寝た状態のセルダメにローキック。そしてアキレス腱が出る、アキレス腱が出る。なんとかエスケープできましたが、足への集中攻撃が続きます。そして圧倒していきます。さあもう貼り付けられた、錦鯉が貼り付けられたような状態から強烈なガッツリヘルチョップ。さらにもう一発、強烈なガッツリヘルチョップ。貼り付け状態からそこで強烈なドロップキックを足に打っていきました。これはさすがにダメージがあるか、心臓を剥がれ、この試合初めて苦しそうな表情を見せております。カモン。そしてお返しとばかりに足強烈なストンピング、ストンピング。さあ一発で三発とお返ししていきます、セルガメ。そしてレッグロック、レッグロック、つま先を、ノーノーノー、この程度では効かないぞと。下から2つつけていきます。真の上がれ、どうしたと手を広げていきます。足を持っていかせない、持っていかせない。さあつま先に体重を乗せてやりたいところだが、ここはもう一発ストンピングを入れからのレッグロック、レッグロック。さあふくらはぎに肘を乗せてのピンポイントを決めてのレッグロック。これにはさすがの進路上がるもダメージはあるか。さあ絞っていきます、絞っていきます。さあしかしここは逆に腕十字切り返していくか。クラッチを切られたらこれは危ないぞ。どうなるか、どうなるか、どうなるか。いやー、後ろから押さえたんだ、押さえたんだ。カウントは2。さあこのまま足を攻め続けたいところだが、タックルを取ったところでしたが、振動は腹を崩すことはできません。上からの強烈なハンマーパンチ。その目には若干の狂気をはらんでいるのか、心臓を剥がれ、さあ体重を捨てたフォワード、手数で打っていくか。沈黙させます。こんなに怖い心の鋼をここで見るのは久しぶりであります。髪の毛を掴んで悪魔で圧倒していくか。おお、足テイクドロップキック、内ももに入ったか。そしてこれは何を見せる、何を見せる。さあインディアンデスロックに取った、リバースインディアンデスロックに取って、やれ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 。ナイフマン、はい、さあはい、タミオレタミノーノー、足へのお返し、足へのお返し、足へのダメージを与えていきます。おお、これはゆっくりとした、おおおお、相手を潰してもかまれたのか。いや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 、おお、
さらにはチキンリングに取るか。ガリ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 。これはすごい、これはすごい。しかしなんとかパワーで、パワーで弾き返してしまったわけで、エスケープ。ごめん。素晴らしいサーミッションを見せていきました、駿河メイン。さあ、このまま勢いに乗ることができるか。窓枠を開けて、何をするか、何をするか。さらに足への追撃を入れてからの、カモメ、カモ。さあ、若干足を引きずっております、真の鋼。改めて、先ほどは決めることをできなかったマジワークを使ってのシンガーホイップ。完璧に成功することはしました。駿河メイン、ここで15分経過、試合は15分経過し、駿河メイン、ペースか、突撃決まった。迎撃、痛むその足で迎撃していきました。さらにはクローズライン、しかしそのクローズしていた。裏の読み合い、裏の読み合い。さらには何をする、何をする。バックブリーカー。力の痛む膝に駿河メイの全体重を落としていきました。振動の流れ、これはダメージが大きいか、お互いのダメージが大きいか。しかし先に立ち上がったのは振動の流れ。試合を打てのサッカーボールキック決まった。2カウント。もはや悲鳴を上げることもできません。息が詰まるような一撃でした。駿河メイン、ダメージはいかほどか。そして軽い屈伸運動から振動を上げ、相手のバックからローキック。この試合何度も猛威を振るローキックがここで改めて炸裂しました。さらにローキック、ローキックの連打か。さらには試合に止まるように足への DDT のような形で下から一人で開けつけて止め、さあ、クラブディーンと切れるか。鬼の形相で絞り上げる。さあ、見れるか、逃げる。駿河メイン、ものすごい形相へ絞り上げていく、絞り上げていく。さあ、クラッカーをクラッカーエスケープ。これをなんとかエスケープしました、駿河メイン。これにはギブアップを取れなかった真の鋼も若干なぜなんだとうつむいた表情を見せてきました。いや、ブレンバスター、おお、いや、ブレンバスター、ここは足のダメージか上げ切ることはできませんでした。さあ、着地した。駿河メイもカサノーラ、カサノーラをやめていく。足が痛んでいてもこの機動力、おらー、おらー、カメラに激突。
錦のエルボー。カモン、カモンで、ナイスチャンス、カモン。あ、ここで駿河メイが。メイケポケ。真空のことは。気づいた時には追いついていました。さあ、緊張感のある見え合いから、ついてくるなと、エルボーを突き放していきます。さあ、キックでプッシュしていく。さあ、飛んだ飛んだ飛んだ。しかし、これをキャッチ。おお、アームドロックに繰り返して、さあ、お、ああ、足、足、フットスタンプ、セルガメイの全体重が振動を鋼の左足に乗りました。こんなもの見たことない。苦しそうな悲鳴を上げる振動で、ね、足へのダメージは凄まじいものがあります。さあ、20分を経過し。足を4に下げてきた。半年間足を伸びた。決まった。足を伸びてきた。ギブアップ、ギブアップ、ギブアップ。すごい。足を伸びた。アキラも決めていくか。いやいやいや、深く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 。お互い進んでいきます。叫んでいきます。市ヶ谷の強乱を起き直し、真の鋼に対して足を押しを仕掛けていった駿河メイ。完璧なフィーアフォーレクロックが決まっています。ギブアップ。反転させれるか、反転させれるか。あー、来た。メイちゃん、これは駿河メイのダメージがあります。ファイ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 。なんとか耐えていく、耐えていく。おお、何をするよ。プロフェッショナルと妖怪に戻した。もう一度戻した。こんなもの仕方は見たことがない。さらに今の遠心力で深く決まったか。クロンの表情を知っておられる。さあ、エスケープできるか。永遠の数センチが届かないか。しかしマットを這いつくばり、なんとかエスケープしました。振動を剥がれ、負けるわけにはいかない、負けるわけにはいかない。しかしそれは駿河メイも同じであります。お互い死力を振り絞るような戦いとなってまいりました。このメインイベントシングルマッチ、無制限一本勝負。ラスト、ナウズタイム、ナウズタイム。試合は20分を超えるロングマッチとなっております。さあ、お互いも立ち上がることはできないか。体を引きずりながら、それでも闘争本能を見せていきます。エルボーを打ち込んでいく。目の前にいる相手にぶつかっていくだけ。すさまじい勝負根性を見せていきます、駿河メイ。しかし、うつむく進路を剥がれる沈黙が怖い。怒りを溜め込んでいるのか。すさまじい表情でにらみつけていく。めちゃ強烈なフロントキック。何発等が一撃で全てを超決にします。そしてローキック、キックキック、ここでキック3連打。おーっと、メジャーパー密着のライバー2殺滅。メイジャンプを完全に読んでいました。これはもう逃げろ逃げろ逃げろ。カウント2、カウント
となりました。しかし最後は渾身の道のくドライバー2、
2発目の道のくドライバー2で3カウントを奪いました。ものすごい激闘。しかし勝ったのは真の鋼。呼び名真の鋼。敗れてしまいました。鶴亀、ね、ベストブローズのパートナーのバリアーキが遅いからね。